2月12日の日曜日に開催されたボタニカルというイベントの1回目が開あったので、お邪魔してきました。で、大体20社前後ぐらいの会社とか出展者の方が参加されていて、豪華というか有名なあのお店とかもいろいろ出ていたみたいな感じでした。で、当日の、朝8時半から並んでいいよみたいな感じでアナウンスがあって、で、まあちょっと寝坊しちゃって8時45分ぐらいに着いたんですけど、結構もう人が並んでたみたいな感じになっていて、結局入場10時オープンなんですけど、入場できたのが10時45分とか11時近かった感じでしたね。なので外がずっと外にいたので結構寒かった感じでした。で、いろいろ見ていたんですが、買ってきたものとしてはこんなものがあります。なんかチケットがありました。116とかになってた。100番ちょいぐらいだった。あれですよね、立派なチケットですよね。まあ、五反田 BB と比べるのもあれですけど、アパレルが絡んでるからなんですかね。そうで、多分親会社の方というか親会社の開催してる会社が、あの大阪にも多分支店があるっぽくて、2回目開催が大阪みたいです。はい。まあ、似たようなあの夫婦でちょっと買ってしまったんですが、愛知の方のお店で店舗でしか多分売ってないハッチだと思うんですけど、それが売っていたので買ってきました。結構見た目かわいいなと思って前から気になったんですけど、なかなかちょっと遠いので買えずにはいたんですが、前に買ったカクセーンの鉢と結構雰囲気は近いような気がしてます。なので今合わせて、まあ、これも違う新しい方もアガベ入れようと思ってるんですけど、結構統一感は出そうな気がしている感じですね。サイズもでも結構近いな。なんか表面的にこっちの方がキラキラしてるか。確かに。あと、前にこの本、ハビタットスタイルっていう本を紹介したと思うんですけど、まぁ、ちょっとこれに使えそうな化粧砂的なのが売っていたので、購入してきました。こう、粒の小さいサラサラしたものと、ちょっと大きい目の砂というか、石粒というか、と、あともう結構なサイズ感の石を買ってきました。
ちょっとどれを植えるかとか全く考えてないんですが、まあちょっとタイミング見てというか、良さそうな植物があったらチャレンジしてみたいなと思ってます。でイベントが、結局帰るのがお昼過ぎぐらいになっちゃったんで、そっから新宿の方まで歩いて、ラーメン、気になってたラーメン屋さんがあったので、そこで並んで食べてきました。エビつけ麺が有名なお店だって、エビトマトつけ麺と普通のエビつけ麺みたいなのを食べてきたんですが、結構本当にエビがドンとくるような濃厚な感じでめちゃくちゃ美味しかったので、もし高島屋らへんに行く機会があれば行ってみるのもいいかなと思いました。っていうのと、あと折り紙ドリッパーっていうドリッパーがあるんですが、あんまりなんかこう売ってるところが目に当たらなくて、新宿のハンズとかだとあるかなと思って行ってみたら、探してた白が売ってたので買ってきました。あとキャンプ用にプラスチックの方のやつも欲しかったんですけど、そっちは黒がなかったので、今回はこの白いやつだけ買ってきました。結構あれなんですかね、やっぱり雰囲気変わったりするんですかね、コーヒーの。もうちょっとおいおい試してみようかなと思ってます。